こんにちは、後期戦闘佐賀の中島徹です。今日のテーマはこちら、筑後川鐘介橋。今日は佐賀市諸之町と、えー、福岡県大川市の間に、えー、ございます鉄橋、えー、筑後川鐘介橋の方に行ってまいりました。今日は筑後川鐘介橋の方に来ております。 この筑後川哨戒橋はですね昭和10年1935年に旧国鉄の鉄道橋として開通いたしました全長は5 0 7メートルで中央部分にですね大型線航行のための稼働部が設けられており列車が通るたびにですね稼働部が加工してレールがつながりそして列車通過後は えー、船舶航行のために上昇する仕組みとなっております、えー、当時ですね、えー、この昇降式の可動橋としては東洋一とまで言われておりました、えー、そして現在はですね、えー、この現存する昇降橋としては日本最古のものとなっております、えー、開通から佐賀線が廃止される昭和62年までの約半世紀にはですね 佐賀駅から世田谷駅までを結ぶ鉄道橋として活躍しておりました。当時このようにですね、S.L. がこの橋の上を通過していたと言われるということです。佐賀線廃止後の平成8年からは、現在の有歩道として地域をつなぐ架け橋として大事な役割を果たしております。 えー、このように橋が加工して、えー、した時にはですねこのように人が歩いて、えー、向こう岸まで渡ることができるということですさて、えー、この筑後川を挟む諸富大川という地域はですね、えー、江戸時代の頃からですね米の出荷港として大変賑わっておりました、えー、その中でもですね一際この明治期に活躍した企業家がおりました佐賀に深川あり、えー、当時はこう呼ばれておりました 佐賀財閥深川家でございますこの深川家というのは明治大正にかけて九州引いては西日本の海運業の発展に大きく貢献しておりますその功績というのは60年という短期間ではありましたけれども八幡製設所や三井物産にも匹敵するほどの活躍だったと言われておりますその初代深川海一郎氏は えー、久保田町生まれで、えー、名手窓の梅古賀家のですね長男でありましたけれども深川製を購入し分家しております、えー、そして佐賀藩所有の船を借りて、えー、長崎経由の大阪航路を開いたりまた海運業を通してですね、えー、財を成していきました、えー、当時鞘の元町に設立されました辞書株式会社では 海運業で大成、えー、した巨額の資本金をもとにですね、えー、金融機関を併設した商事会社を立ち上げております。まあ、その後、そのような密輸物産や八ハ、えーター製鉄所に匹敵するほどのお活躍を見せたあ深川家でございましたけれども、しかし、えー、大正9年、えー、1920年を境にですね、日本経済は大恐慌に陥り、 深川財閥もこのあ煽りを受けてですね関係する企業が次々と姿を消していったということでございますこのようにですねこの地域を舞台としたあ企業の栄光精子があったということでございますさてこのようにですね橋の反対側福岡県大川側から見るとこのように見えます そしてこの近くにすぐ近くにです、ね、ございますのが、えー、大川哨戒郷温泉と言われるものでございましてここの温泉からですねこの哨戒郷がきれいに見ることができます。それでは最後にこの哨戒郷のホームページよりフォトギャラリーをご覧いただきたいと思います。 今日のサンガ一番 TV では現在でも地域をつなぐ架け橋として活躍しております筑後川昭海橋をご紹介させていただきました次回お楽しみに